だいぶ歌わ慣れてきた感じがするね。慣れてきましたね。沈黙の中に。私は今月、新約聖書のペテロの手紙というのがありますけれども、ペテロの手紙という文章の中から、いくつかの学びをしようと考えていて、今日は実は2回目なんですけれども、ペテロの手紙第1の、中の言葉から今日は一緒にいくつかのことを考えていきたいと思っています。今日の箇所ちょっと 長めなので、読みながら説明をしていくという形をちょっと取ってみたいんですけど、ペテロの手紙第1の1章の10節からこんな言葉が出てきます。この救いについてはあなた方に与えられる恵みのことをあらかじめ語った預言者たちも探求し注意深く調べました。預言者たちは自分たちのうちにおられるキリストの霊がキリストの苦難とそれに続く栄光についてあらかじめ明かしされた際、それが誰をあるいはどの時期を指すのかを調べたのです。彼らはそのことが自分たちのためではなくあなた方のためであるとの啓示を受けました。それらのことは天から使わされた聖霊に導かれて福音をあなた方に告げ知らせた人たちが
今あなた方に告げ知らせており、天使たちも見て確かめたいと願っているものなのです。これはどういうことかと言いますと、ペテロという人は、実はあなた方は福音を聞いてイエス・キリストを信じるに至ったけれども、この福音というのは実は昔の預言者たちが本当に真剣に語り、一体これは具体的にどういうことなのかということを本当に楽しみにワクワクしながら語っていたものなのだ。福音というのは今突然プッとこう現れたものではなく、ずっと昔から語られていて、そしてイエス・キリストを通して具体的にもたらされたわけだけれども、それまでの間預言者たちはそれがどういう形で人々のところに届くのだろうということをワクワクしながら語っていたのだ。もっと言えば天使たちでさえも具体的にどういうことが起こるんだろうかということをワクワクしながら見ていたのだよと、こうペテロは言うんですね。福音、イエス・キリストを通してもたらされた罪の許し、神との和解、永遠の命の希望、聖霊が与えられて日ごとに神と共に生きるという実感、そういうふうなものが、福音の中心ですけれども、私たちはクリスチャン、イエス・キリストを信じてそういう中にいても、なんとなくこういつの間にか礼拝に参加しながら当たり前になってしまうことってないでしょうかね。なんとなくこう別に新しいものを感じないというか、礼拝行ってもいつも同じ関根節だしみたいな感じでですよ。で、同じこと話してるしな、あの人もねと言いながら、なんかこうしょうがない、行くけどねみたいな感じでこう慣れっこになってしまうというのはね、実は、もしそうなったとすれば私の責任は大きいんですけれども、でも本当にもったいない話だなということなんですね。それは預言者たちは本当に本気になって、一体どういうふうにこれがもたらされるんだろうと考えながら語り、天使たちでさえ具体的にどういうことが起こるんだか見てみたいよねとワクワクしながら、もうそのことにこう期待を寄せているんだよと、こういうのです。福音を受け取った私たちというのは、実は神に特別に愛されていると考えても間違いではない。神が本当に私たちの存在を受け入れて、極端なことを言えばイエス・キリストの十字架ということの説明の一つに、罪ある私と御子イエス・キリストの命を神様が天秤にかけ、はかりにかけて、神様は不思議なことにイエス・キリストの命を奪ってでもこの罪ある私を救おうとしたというのがイエス・キリストの福音ですね。考えにくいことなんですよ、実際はね。とても考えにくいことですよ。神は罪ある私たちを本当に大切な存在と考え、いてくれて嬉しいよという思いでいっぱいになっており、御子イエス・キリストの命が犠牲になったとしても、私たちを許し、私を救い、私永遠の希望を与えようと神様は決意なさっておられるのだと。そりゃ天使たちはね、一体どういうことなのだろう。天使たちでさえももうね、本当ワクワクしながら、神の御子の命を捧げてでも救いたいと言ってるその相手って誰なんだろう、どういう人なんだろう、もうその興味は尽きないと思いますね。で、その救いの対象、その大きな神からの賜物を、救いの賜物を受け取ったのは私たち一人一人ですね。皆様方一人一人は、神様が御子イエス・キリストとあなたを計りにかけて、あえてイエス・キリストを殺してでも、イエス・キリストが死ぬことになったとしても、あなたの命を救い、あなたを祝福したいと、そんな選びの中に置かれているのが私たちなのだということなんです。なかなか人の言葉で説明することは難しいですね。そんなことありえないと思いたくなってしまうし、というなんかちょっと違和感を感じてしまうことだってあるかもしれない。しかし聖書はそういうふうに、福音というのは実に重いものなのだとこういうのです。重いものなんだ。そしてペテロは具体的な生活、イエス・キリストに愛され、神に愛されている私たちはどういうことに気をつけながら生きていったらよいのかということをペテロは丁寧にここに書き記しています。だからいつでも心を引き締め、身を慎んで、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。無知であった頃の欲望に引きずられることなく、従順な子となり、召し出してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものとなれ、私は聖なるものだからであると書いてある通りです。具体的な生き方のその方向づけとして、
聖なる生き方を心がけるというのがあります。聖なる生き方を心がける、聖なるという表現は どうしてもその何て言いますか、倫理的に完成するというようなイメージが強いですけれども、この聖なるというもともとの意味は、神が選び分かっている、選び取っておられるということを自覚するというところから始まります。神に選び取られているものとしての自覚を持って生きる。もっと極端なことを言えば、あなたを選んでくださった神が喜ぶことというのは一体何なのだろうということを御言葉で教えられながら生きる、それが実は聖なる生き方を生きるということの、まあ、土台ですね。私たちは時々、そうか、じゃあ神様の喜ばれることねって言って、こう自分で勝手に考えて、神様はきっとこうだからこれをやればいいんじゃない、あれやればいいんじゃないって、こういろんなことを堂々巡りのようにやるんですけれども、本当にそれは神の喜びなのかどうかというのは吟味する必要がありますね。私おばあさんに本当に愛されていて、ね、私のおばあちゃんは本当に僕のこと、もう可愛い孫でですよ、本当に愛してくれましたね。もうどんな内職をするのも全部私のためでした。もうそれで少しそれでコツコツ小遣いを貯めて、で私のために全部それを使うのを喜びとしていたおばあちゃんですね。もう完全にスポイル状態でしたね。ですから何回も言いますけども、3歳ぐらいに全部私もう虫歯だらけになってですよ本当に大変だったんですけども、甘いものが好きだというので、もうとにかく切りなく買ってくれるわけですよ ね。孫に良いことをしようと思って、もうとどまるところ知らないですよ。でも時々私としてはもうそのチョコレート飽きちゃったんだけどっていうものでも、おばあちゃんとして、ね、孫が好きだからって言ってこうどんどん買うわけですね。と孫を喜ばせようと思うんだけども、孫は結構へそ曲げてですよ、こんなのもう食べたくないとか言うわけですね。でおばあちゃんは、せっかくお前のために買ったのにと言って、ちょっとこう言い争いがあったりなんかする。それはね、おばあさんは私のことを聞いてくれればいいのに、まあ、孫の立場から言えばですよ、おばあさんがちょっと一言、ね、今度来るとき何を買っとけばいいよ、言っていいのって聞いてくれれば、私はいろいろリストを作ったのに全然そんなことをせず、もうこれ良かれと思ってボーって買い占めてですよ。それでもう待ってるわけですよね。ただ心は嬉しいんですけれども、実際またこれみたいなねちっとも嬉しくないということがあるわけです。聖なるものとなる、神に喜ばれる生き方をするという場合でも、本当に神がそれを喜びとして私に求めていることなのか、それはこの人に求め、あの人に求めているかもしれない、私にもそれを求めているんだろうか。神様は時々あなたにはあなたでなければできない生き方を求めます。それは他の人と違う生き方かもしれない。そういう意味では御言葉に教えられながら、もちろん倫理的に間違ったことをしないというもあるんですけれども、でもとにかく聖なるものとして生きるというのは、御言葉を通して神が喜ぶ生き方をさせてもらおうという、神が喜ぶ生き方をさせてもらおうというその自覚から始まります。聖なるもの。旧約聖書の中に十戒というのがありますね。出エジプト記の中に書かれているモーセの十戒、塔の戒めですね。もともとのこの十戒の、言葉は党の言葉というふうに訳されるべきだとある学者は言います。戒めというと何々しなければならない、何々せねばならないという命令形になってますけれども、もともとはそういう形ではなくて、人間を作り、人間を愛している、まあご自分の民を本当に愛していて、いてくれて嬉しいんだよという思いを持っている神が、私の喜びはあなたがこれらのことに気をつけながら、これらのことを本当に丁寧に生きていったら、それは私の喜びになるよというので書いてくださったのが10の言葉なんですね。命令形で守れって言ってんではなくて、こう生きることで私の心は喜ぶんだよという思いで書いてくださった言葉、それが十戒。そうだとすると、なんか義務を果たすというのではなく、神が喜ぶということを本当にうなずいた上でそれに応えるという、まあ義務というよりもやっぱり生きた関係ですよね。喜びの中で生きる、それはとても大事なことです。で、清さ、その聖なるものとして生きる、神に選ばれたもの、神が喜ぶことを自分の喜びとして生きる、それが聖なるものですよ。失敗もあるんです。罪を犯すことだってあるにもかかわらず、悔い改めて神が喜ぶところはどこなんだろうという思いに立ち返る心を持っている、それが実は聖なるものの姿です。もう随分前になりますけれども、私は、
インドの、ナガプールというところにあるユニオン神学校というところに呼ばれて、講座に行ったことがありました。日本からですとカルカッタ、その当時のカルカッタで乗り換えて、で当時のボンベイで乗り換えて、そこからはなんか車で何時間か乗ったような気がするんですけども行きました。でカルカッタで、今はコルコタですかね、そこで空港の待合室で飛行機を待っている時、私のベンチ、私の座っていた、私と大学生2人一緒に行っても先にアメリカ人たちは行っていたんですけども、私と大学生2人連れて行ったんですが、3メートルだか5メートルだか離れたベンチのところに3人のシスターが座っていたんです。で通る人通る人がそのシスターの真ん中の人に向かってこうやってお辞儀をして、そしてこう通っていったんですね。でみんなほとんどの人がそういうふうにしていたので、と思って、有名な人なんだろうなとか思って、不思議なこともあるもんだなと思って、でもどういう人が見たいと思って、ミーハーだもんですから、私どういう人がいるんだろうと思ってこう近づいていってですね、ただマザーテレサだったんですよね。それで、でも私その時マザーテレサという名前が全然思い出せなくて、なんかどっかで見たことあるなという程度だったんですけれども、もうノーベル平和賞をもらった後だったんですが、私マザーテレサという名前をよく思い出せなくてですね、でも一応こう、あ、そうかもしれないと思ったので、私一応確認のために、まず、まあ、みんなこう通って少し人通りが少なくなった時、私そのマザーの前に行ってですね、そして簡単に自己紹介をして、そしてマザーに、すいません、あなたマザーテレサですかって聞いたんですね。もうノーベル賞をもらった後でですよ、マザーテレサに直接あなたマザーテレサですかなんて聞いた人は多分世界中で私一人だと思いますけれども、でマザーもですね、とてもこうなんというか冗談が好きな人で、普通だったらイエスかノーかね、何言ってんのっていう感じの表現すると思うんですけれども、でもねマザーテレサはとてもひょうきんな方でですね、私がマザーテレサですかって言った時、ニコって笑ってクッビーとか言うんです。つまりそうかもしれませんよっていう意味ですね。そうですそうです、私テレビで見ましたとか言ってですね、それで握手して、でしばらくお話をする機会があったんですね。非常に私にとっては忘れられない時間になりました。でたまたま新約聖書を持っていたので、すいませんサインしてくださいってサインしてもらって、ね、それでしかしもうおばあちゃんでしたけど、筆圧がすごいですよね。もう男のような字を書くんですね。もうしっかり日本語の聖書を渡したわけですよ。聖書の裏表紙のところを開いてですよ、だいたい向こうの人から言えばね、横文字だったら一番裏が表になるわけですけど、そこにカズボクシエとね、英語で、それで何という文章を書いたかというと、彼女はこんな文章を書いたんですね。あなたを愛しておられる神は聖なる方ですから、あなたも聖なるものとなりなさいと書いたんですね、英語で。で私はその時にとても何て言うんでしょうね、こう衝撃を受けました。というのも、カルカッタ、今どこか分かりませんけれども、私が行った当時まだカルカッタは空港の中でさえ異臭がしてたんですよね。で空港の中でさえどういうか分かりませんけれども、そこで寝てる人が結構いたりして、で空港から一歩出るともう本当に大変で、私たちが泊まったところも窓のガラスがないところでとても大変なところだったんですけども、まあそういう本当に、まあいわば何と言いますか、こうゴミだらけの綺麗なところがどこにもないような、そんなイメージのところで働いてるマザーが、見ず知らずの日本の牧師に向かって、あなたを愛している神は清い方ですから、あなたも清くなりなさいと書いている。私はその時に、あ、この方は状況のいかんにかかわらず、私は神を喜び、神が喜ぶ生き方をしたいというふうなことを願っておられるお方なんだなというふうに思ったんですね。マザーにとっては清い生き方をする、あるいは清められて生きる、つまり本当に神の喜びの中に身を置いて生きる、それこそ自分にとっての最高の生き方なのだということを知っていたのだと思いました。そこでの数十分、時間は随分あったもんですが、彼女たちはカトマンズに奉仕に行く予定で、飛行機はなかなか来ない、まあ、インドだと大体そういうことになるんですけども、飛行機はなかなか来ないってんで待っていて、で私たちも
ナガプールというところに行くのでボンベイまで行かなきゃいけなかったんですが、その飛行機を待っていて、でなかなか飛行機が来ないということで、まあそこで共通項があっていろいろ話ができたんですけれども、とても貴重な出会いでした。でナガプールの進学校に行って学生たちに、いや来るとき軽かったでマザーテレサに会ったよってサインもらったよって言ったら、学生がびっくりしてですね、とか言って、なんでそんなびっくりするのかなと思ったら、その一人がこんなこと言ったんですね。最近マザーはとてもお忙しいので、特にノーベル平和賞もらってからとてもお忙しいので、マザーがお会いする人たちというのはその世界で一番貧しい人か一番偉い人か、そのどっちかしか会わないって言われてますけど、あなたはどっちですかって言われてですね顔見てくださいって言ったんですけどでもね、まあ、そのぐらい珍しいことだということなんですね。そんなね直接会えるっていう機会はあまりなかったですから。でも私にとってはそのマザーと会っていろいろ具体的に話をした事柄もとても印象深いですけれども、でも同時にマザーが書いてくれたその言葉の中に、あの雑踏の中で、あの本当に汚い雰囲気の中で、清く生きる、清くなるということを意識できるというのはすごいなと思ったんですね。自分の周りは清さが一つも見えないようなそんな環境の中にいても、神の喜びの中に生きているということは清い方をしているということと同じことなんですね。清い聖なる心を持って生きる。そしてその次は一章の17節ですが、またあなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですから、この地上に仮住まいする間その方を恐れて生活すべきですという言葉が出てきます。ここでも一章の全般でも話をしたように仮住まいという表現が出てきます。私たちのこの地上における生活はまるで天幕生活のようなものだ、仮住まいのようなものだ、あっという間に過ぎてしまう。しかしその間私たちは父なる神を恐れながら生活をする、つまり礼拝者として生きることが重要なのだ。どんなとこにいても神に賛美を捧げ、感謝を捧げ、神を礼拝する心で、神を恐れるという思いで生きていくことが重要なことなのだ。礼拝式に来るという、参加できるというのはとても素晴らしいことですけれども、時にできなくなることがあります。でもそんな時でもあなたはそのいる場所で神を礼拝することができる。もちろんこういう公の場所があるわけですから、それは本当に大事なものですし、できることならそういうところに来れるというのが最善だと思いますけれども、でもそれができないとしても、あなたは一人で生きていながらも礼拝者としての心を持って生きることができる。そういう意味では私たちは日々の生活の中で聖なる生き方を心がける、神の喜びを喜びとしながら生きる、そして礼拝者として生きる、これはもうほとんど同じ意味です。礼拝者として生きる。本当に疲れている時、こういう教会に来て、そして黙って、ね、そこに座って賛美を歌う力もない、元気もない時、賛美を聞いて、そして説教を聞いて、祈りを一緒に聞いて、そして帰るだけでも元気になることがあります。もっと疲れている時にはもう家から出たくない時あるかもしれませんが、そんな時でも自分でちょっと自分の好きな公園に行ったりしながら、花を見ながら、あるいは、噴水を見ながら、ちょっとこう心を落ち着けて、そこで神様のことを考え、神様の言葉を思い巡らす、それも大事な礼拝だと思うんですね。私の進学校の学長はあの月曜日に、学生全体の分かち合いがあったんですけども、ある月曜日、1年生の時の月曜日、ある月曜日に、昨日の礼拝どうでしたかっていうね、みんなそれぞれグループになって、それで話をする、そういうセッションがあったんですけども、学長がですね、昨日はもうとにかくね、私は家内と朝早くビーチに行って、で寝巻きのままでね、こうガンを羽織って寝巻きのままでガンビーチに行って、朝日を見てね、もうあんまり感動したからね、教会に行かないでね、そこでずっと朝日を見ながらね、神様を賛美して最高の礼拝だったよって言ったのを聞いてですよ、牧師の私としてはつまずいたんですよ、その時ねえっ？って、その当時ね、まだ行ったばかりで、やっとたどたどしい英語がやっと分かる頃ですよ。学長教会行かなかったのとか。でもね、私今分かるんですね。もちろん礼拝に、つまり教会に行くことができるというのは素晴らしい恵みです。人と一緒に賛美を捧げることができるって素晴らしいことです。でも時に神様の前に本当に礼拝の頃で出て、太陽が昇るのを見る、太陽が沈むのを見る、
海がなんかね相変わらずこう ゆったりとこうね水をたたえているその状況を見る、天地を作った神様のことを考えながら心静かに神様の言葉を考える、そういう時ってね、私はもっともっと持つ必要があると思いますね。そういう頭の中で理屈を考えて礼拝をするのではなく、体で感じて礼拝をするというかね、体で本当に神様の大きさを受け止めて礼拝するというか、それはね時に必要なような気がしますね。夏休みがあったり冬休みがあったりするのはもしかするとそのためかもしれませんね。そういう意味では父なる神様への礼拝の心を持って生きる、それが公の礼拝に集まるという形の礼拝だとしても、個人的な家族と一緒に、あるいは一人でただその時公園を静かに歩くという形での礼拝だとしても、父なる神様に対しての礼拝の心を持って生きるということはとても重要なことです。そしてその後は1章の18節、知っての通りあなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れない子羊のようなキリストのたっとい血によるのです、とこうあって、キリストのあがないと犠牲を忘れないように、私たちが救われたのは、私が神と関わりを持てるようになったのは、ただただイエス・キリストのおかげなのだ。イエス・キリストの犠牲の土台に立って私たちは神との関わりが許されるようになったのだ、ということを私たちは忘れてはいけないのです。十字架がなんかこう頭の中でこう慣れっこになってしまってはいけないんですね。十字架における苦しみや痛みは私に対する大きな神の愛だ、というふうに理解する必要があるでしょう。そして最後に一章の22節、あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです、とこうあります。二つのことがここに書かれていて、一つは兄弟愛を抱いて互いに愛し合うということと、もう一つは聖書の教えを土台に、あなたは新しい命を得たのだから聖書の教えを土台にして生きるように、というこの二つです。でここに兄弟愛というのがありますね。兄弟愛、フィラデルフィアという言葉ですけど、イエス・キリストを信じて愛する心が与えられたら、私たちは自分が自分の兄をケアするように、あるいは自分が自分の弟や妹をケアするように、そんな気持ちで互いに関わっていきなさい。自分が自分の身内をケアするというのは、決して何でもかんでもやってあげるということを意味しませんね。何でもかんでも無理やりにこう教えるということを意味しない。ある時には遠くで見てなきゃいけないし、ね、ある時にはストップをかけなければいけないし、ある時はただただ一緒にいるだけかもしれない。兄弟愛ってそういうもんですね。兄弟愛というのはある意味ではしっかりした不思議な絶妙な距離感があるんです。べったりしてないんです。不思議に距離感があって、お兄さんはお兄さん、弟は弟としての距離感がある。これ逆転しないんですよね。でそういう愛を持って、そういうケアの心を持って生きていくように、そしてその土台は聖書の御言葉からの言葉を土台に生きていくようにということなんです。福音の絶大な価値を知り、聖なる生き方を心がける、父なる神様への礼拝の心をしっかり保って生きる、キリストの贖いと犠牲を忘れないように生きる、聖書の教えを土台にして兄弟愛を持って生きる、実はこれらのメッセージはその当時のイエス・キリストを信じたばかりの人たちで、これから洗礼を受けたいという人たちが学ぶべき、教理だったというふうに言われています。つまり洗礼を受けたいんですけどという人は、こういう事柄をしっかり語られた上で洗礼を受けたんですね。ですから今日の話を聞いたらそれ全部知ってるという方が多いかもしれませんけれども、そう、これだから初心者向けの大事なメッセージなんですね。でも時々私たちはそこに立ち戻って、そうか、私たちのスタートはそこなのか、という確認を持つ必要があるように思います。そもそも福音の素晴らしさを私はもう一度考え直す必要があるかもしれません。そして本当に神の喜びを喜びながら生きていこうという思いを持って、兄弟愛を持って互いに支え合おう。なぜそれができるかといえば、神が天と地をお作りになった時、人間を作って祝福し、つまり人間に向かっていてくれて嬉しいんだよという思いを神が
本当に丁寧に伝えてくださっているからなんですね。私たちは聖書の言葉を考えながら、それが本当に日々の生活の中でこう力を発揮する、そういう読み方といいますか、そういう学び方をしていく必要があるのかもしれません。聖書にもっともっと語ってもらう必要があるのかもしれません。一言になりましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたが喜ぶ生き方というのはどういうものなのか、私たちは自分の力でそれが達成できるとは思えないんですけれども、でもイエス様がいて、イエス様がそれを教え、聖霊がそれを導き、私がその生き方の中に歩めるように、あなたは共におられる助け主を常に私たちに寄り添わせてくださっていることを感謝します。イエス様のおかげで一歩一歩あなたの喜びを生きるということができるようにお導きください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ている曲が2つあります。一つはこの歌ですね、キリストの平和という曲。キリストの平和、キリストの平和が私たちの心の隅々にまで行き渡りますようにという曲を歌いましょう。
神様は天と地をお作りになった時、1日目2日目3日目というのがあって、その際にいつでも神は見て良しとされたという言葉が出てきます。神はそれを見てグッドと言ったというね、英語ではね、一章の最後のところには人間が作られて、そして全ての状況の中に人間がこう置かれて、見よ、それは非常に良かったという描写になっています。 It was very good というベリーグッドになってるわけですね。あれ、言い方を変えるとですね、神様が人間をお作りになって、人間がまあそれを働き始めるわけですけれども、働くことについても存在についても、神様が人、ね、人間に対していやいてくれて本当に嬉しいよという、そんな思いを表現した言葉なのだと思います。ということで今日ちょっとですね、お互いの中にキリストの平和をいただいて、お互いに挨拶をしたいんですけども、ちょっと立っていただけますかね。そしてですね、いてくれてありがとうございます、いてくれて嬉しいです、そんな挨拶をしてください。ちょっと照れますけど、でもまあね、いてくれてありがとうございます、いてくれて嬉しい、どうぞ前の人、隣の人、ちょっとね、知らない人でも、いてくれてありがとうございます、いてくれて嬉しいです、そういう挨拶をですね返したいと思います。どうぞお座りください。私たちの愛する救い主御子イエスキリストの恵みと、父なる神の愛と聖霊なる神の親しい交わりとが、私たち一同と共に限りなく豊かにありますように。アーメン。 God bless you を賛美します。心と体と
ましょうか。今出かけようという曲、これもおなじみの曲になっています。今出かけよう、神ではありますけれども、具体的に生活する場はこの街道の中ではなく、社会の中であり家庭の中です。しかし私たちの拠り所となるのは平和の主であるイエス・キリストがどんな時でも一緒にいてくださるというところにあるように思います。この1週間イエス様が一緒にいることを本当にしっかり心に留めながら、そうだ、神様が喜ぶことってなんだっけなというような、そんなことも考えながらお過ごしいただきたいと思います。神様の祝福が豊かにありますように。